この4月という月はとっても恐ろしい春の土用の時期ということになります。ものすごく自分の気とかエネルギー体力がズドーンと落ちる時期でもあるんです。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。YouTube 始めさせていただいて1年間ですね、たくさんご覧いただいて本当に私嬉しいんですけれども、私の動画をご覧くださった方はもうだいぶ暦の知識って1年間終わったんで、だいぶ分かってきたんじゃないかな、亜希店長あんな風に言ってたなとかっていう風にして皆さんも思っていただけてるとは思うんですけれども、その暦上でですね、皆様覚えてますか？実はこの4月という月はとても恐ろしい春の土用の時期ということになります。皆様手帳にチェックしてください。4月の17日土曜日から5月4日の火曜日の節意明けまでということになります。春の土用はもしこの土用を犯してしまえば、せっかく発展する予定だったものも全部食い止めて腐らせてしまうという、とてもとても恐ろしい春の土用となっております。なので、土用の時期に必ずやっちゃいけないことと昔から言い伝えられているものというのは、引っ越し、移転、開業、土をいじることなんですよね。この土用の時期というのですね、実は健康面がすごくガタッときて疲れが一気に出てきたり、それからストレスが溜まってもうズドーンと心まで落ち込んでしまったりと、実はこの土用の時期っていうのはものすごく自分の気とかエネルギー体力がズドーンと落ちる時期でもあるんです。なのでこの時期にぜひ皆様にね、土用の時期にやるといいことということで、4つ今日はですね、土用の時期にやるとおすすめのことみたいなものをお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まずですね、1つ目、こちら風水お掃除ですね。ぜひ前の私の動画を見ていただくとわかると思うんですけれども、こちらです。その風水お掃除、断捨離とっても大切ですね。もうとにかく体のね、気も心も体もすごく落ち込んでいるので、そういう時はもう何も考えずに本当にお掃除をするっていうのはすごくいいことだと思いますね。それから2番目ですね、土用の時期に入る前に、要は土の中がぐちゃぐちゃします。一軒家のお家持ってる方ですとか、すごくいいんです。土地の木がね、自分のマイホームの土地の木のところにエナジーパウダーをまくっていうのがあります。で、私なんかマンションに住んでますので、そういう場合はうちにある風水観葉植物に実はそのエナジーパウダーというものをまくんですけれども、じゃじゃん、こちらです。ピーコックでもね、仮想風水ウシトラの EC サイトの方でも絶賛発売中なんですけども、中身は変わりません。ちっちゃいものと大きいものになります。一軒家の方とか、私なんか大体みんなこっちを買って、これはバッグの中に入れてお守り代わりに持っておくようにちっちゃく作ってあるんですけれども、実はこちらゼロ磁場のところの本当に木がですね、ものすごくエネルギーが高いパワースポットの場所の岩を砕いたサラサラの粉になるんですけれども、で、こちらの方を大体土曜年に4回あるので、私なんかはもうね、土がぐちゃぐちゃってした新しい季節を迎えるということで、その時にパワーをね、もうたくさん入れていただいて、それで土が変わって新しい季節になるっていうのがすごくおすすめですよっていうお話をしているので、こちらもおすすめです。3つ目はですね、実はその炭を使ったデトックス法ということで、前々からね、私は皆さんぜひお家の中に炭を入れてください、炭を置いてくださいってたくさん言ってると思うんですけれども、その炭にまつわるようなことを、もうこういった土用の時期っていうのは私めちゃくちゃやるんですね。どんな炭が今回おすすめなのということで、じゃじゃーん、これすっごいピーコックで人気なんですけど、これが炭のシャンプーとトリートメントなんですね。もちろん本当の炭でこれできてるので、もう
あまりねこう店頭とかできっと売ってないので見たことはあまり少ないかもしれないんですけども、もちろん環境的にもすごくいいと言われているものなんですけど、本当にこう疲れてる時とか、あ重たいなとかっていう時には、炭シャンプー、炭トリートメントで浄化できるということで、本当にいいなと私思っていて、この時期は疲れをためないで本当に排出ということで、炭トリートメントと炭シャンプーで本当にね炭お風呂タイムを楽しんでいただければなと思います。さあ、そして4つ目がピコクにですね、こちら桜坊主、これ実は桜の木を炭にしたものになるんですね。こんな感じ。この桜坊主を私はすごく愛用してまして、でこの桜坊主はいつもの備長炭とはまたちょっと違うんですけれども、これ最初使うときぜひ皆さん煮沸してください。でその煮沸した桜坊主をですね、私はこれ3本セットなんで、1本は実はそのお水を作るのに使います。でもう1本はご飯を炊くときに使います。でもう1本は何にでも使えるし、あとは切り花とかね、この風水の、レンガあげたいときにお花飾るといいよ、灯会使うといいよっていうときに、その炭と一緒に木をね入れたりお花飾ったりするときに使うために作ってるんですけど、でこれね折れやすいので気をつけてください。でその実はバランス整えてくれる満月の日の夜ですね、お月様出てても出てなくてもその日の月のエネルギーって満ち溢れてますので、その日にちに私は実はこの桜坊主を使って、こうやってお水ね入れていただいて、これミネラルウォーターがおすすめなんですけど、本当にもうこれをこうやって入れるだけね、炭が入りましたので蓋をして、でガラスがいいです。これで皆様もねもう知ってる方もいらっしゃると思うけどね、ブルーのボトルがいいよとかって話も聞いたことあると思うんですけど、私はいつもこの透明のボトルで月の光をいっぱい目いっぱい月のパワーをね宿らしてるんですけど、これ何本も持っていて実は、でこれを炭を入れたものを外に置いといて、まあ最低2時間以上と言われてるんですけど、次の日の太陽を浴びないようにしてくださいね。まあこういったミネラルウォーター、炭入りのねミネラルウォーターをね作る、ほら炭がシュワシュワシュワって実は分かんないですよね、ムーンウォーターと言われているミネラルウォーターを作って、そういったね土曜とか悪い気持ち悪い流れっていうのをぜひ皆様にはねバーンって言ってね追い払っていただきたいなと思います。まあ詳しくはですね、ぜひピーコックのスタッフでも私でもぜひ聞いていただければなと思っております。開運というのはもっと楽しんで毎日笑顔になれるようにするものなので、ぜひ皆様そういったね一つ一つ暦を意識するという努力をしてみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。